はいどうも皆さん、ティンクでございます。今回もね、新作実況撮っていきたいと思います。今回パート10ですね、撮っていきたいと思います。前回までのあらすじなんですけれども、クンフー編、カンフーって呼んでたらね、コメントで注意されました。クンフーだそうですけれども、クンフー編やってまして、まあお師匠さんをね、こう操作してたんですけど、まあ見て取るボロボロなんですよ。なぜかというと、まあ襲撃されたわけですよね。で、弟子3人いたんですけど、1人になってしまいました。残り2人死んでしまって、1人になってしまったという状態です。で、お気づきの方もいるかもしれないですけど、前回からちょっと BGM は上げました。BGM、 せっかくね、いい BGM がライブアライブ流れてるんで、それをまあいろんな人に聞いてほしいなと思ったんで、ちょっと BGM の音量をアップさせていただきましたんで、はい、まあうるさかったらちょっと各自調節していただいたらと思います。まあ俺の声がもともと多分非常に大きくて BGM 超ちっちゃかったと思うんで、多分これで正常かなと思いますんで、はい、これで BGM もっとね、より、楽しんでいただけたらなと思います。はい、でコメントでいただいたんですけど、今俺ね、この弟子一人なわけですよ。ユンだけだったんですけど、どうやら俺ユンにばっか修行つけてたんですけど、修行をつける子によったら、ここに生き残った子が変わったらしいんですよ。ユン以外の子も生き残る可能性があったみたいなんですよね。なんということでしょうっていうで、ユン以外でも、生き残る可能性があったということなんですけれども、まあ俺はユンにばっか稽古をつけてたせいでユンが残ったということらしいです。はい、一応コメントから教えていただきました。ありがとうございます、教えていただいて。はい、それではね、今回早速やっていきたいと思いますけれども、その一応ね、自分の弟子が殺されて、このおじいちゃんね、武術は心を鍛えなあかんっつってたわけですけど、まあ乱れまくってるわけですよ、精神がすごい乱れてるわけですよ。もう絶対許さんからなお前みたいな感じになってるわけですよね精神で鍛えなあかんとか言ってたので、まあ多分乗り込むんやと思います。いろんなとこ調べましたけど、行くとこがないんで、多分ね、敵の本拠地に乗り込むんですよ。で、敵の本拠地の場所なんですけど、行ったことないの一箇所しかないんですよ。一箇所しか、竹林の向こう、ここから先立ち入るべからずみたいになってたとこ、あそこだけ行ったことがないので、まああそこをね、ちょっくらい行ってみようかなと思います。で、ここに来ましたね。はい、多分ここで最終決戦になるんじゃないですかね。だから今回空風編クリアして、次の辺に入れたらまあいいかなみたいな感じには思ってます。よっしゃ、ここですよね。これ命惜しいもの立ち入るべからずで、ここに多分入ったらいけるんでしょう。いや、お師匠さん精神乱れまくりですよ。なんだし、俺来るところではないぞっつって、あいにくそう用があるのじゃって、ほらその老いぼれがなっつって、ほらもう全然なんか冷静にいかなかみたいなこと弟子に問いといて、めっちゃこの人恨み持ってるしなすっげえ殺す気満々やもんな。もう困るわおじいちゃん、ほんま。おっしゃ、まあ老子の前でね、まあ、軽く葬っていきますよ。こんなもんおじいちゃんも HP 低いですからね、怖い。160っすよ、たった。僕はおじいちゃんでね、戦っていくんですね。もうだから弟子に最後奥義も教えたんでね、もう心気なくいけるわけですね。いっぱいいるよ、何これ。師範大福新山剣老師って言ってる。ほら気づかれた、堂々って行き過ぎやろ。奴を首取ったまま格上げだぞっつって。やばい、なんか賞金首みたいになってる。おう、あら、ユン置いてきたのに来ちゃったよ。ほらもう師匠読まれてるわユンに。ほらメメドスさん、僕も行きますって。ほら若者げだって怒られてる。なんで頑張りますって。ほらやばい、おお強い強い強いユン強い。レイさんとサムさんの分も、おお強い強い強い、めっちゃ強い。僕に戦わせてくださいっつって。おー強い強い、めっちゃ強い。おじいちゃん、覚悟してかかるぞっつって。やばいわ、新山家の教え完全無視してるやん。いいのかな、新山家完全に教え無視されてて、これ。こんな私利私欲で戦ったらあかんのちゃん。おい。はい、これ多分全部死んだんちゃう、これで。はい、お疲れさーんっつって。おぉ、ユンやばい。ユン HP 低いな、やっぱ。あ、でもめっちゃ覚えてる。そうや、全部覚えさせたんや。ローゾン、ローこの前。これで、弱いな、やっぱり。やっぱいまいちっすね。もうちょっと強くなってほしいですね、正直。ローシーには勝てですね。うわーっつってる。師範代。もう師範代とかもこれでね、はいーっつって。ギュギュって締めたって。まあまあ、僕をどつき回すんですよ。お、飛び蹴り。おー。おー、ローシー。てめえごろ、ローシーにお前何してくれとんねん、お前。よし。山猿剣。あ、外した、やってもだダッセダッセ、ちょめっちゃ食らうやん。ユン全然ダメだなお前。もうそんな弱かったらお前、老師の邪魔だぜマジで。おい、
老子強い。めっちゃ強い老子。えい、虎を放て。何虎？おう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 、なんか来た。猛虎って来てる。普通の虎じゃない、猛虎や。やばいわ。よし、まあこれでね、うわ、動けなくしてから、あ、鋭い牙、痛い、全然食わねえな。しマリス脚一個横か、ここか。よし、これでも遠距離からユンはじわじわと削っていきましょう。よし、まあ、余裕ですね。まあ、全部倒してやりますよ。まあ、レベル上げたろやん。はい、行くぜ。まあ、ローコの前使って、まあ、この辺はわりかし安定してますね。もう主人公がここまで化け物みたいに強いのは本当に初めてなんでね、すごい助かりますね。ユンあんだけ修行つけたのに、こいつこんだけしか強くなってないやん。やっぱ別のやつに修行つけた方がよかったのかな。あ、レベル8になった。あちょーっつって。不射の意。何これ。不射ってことは撃たないってことかな。ちょっと飛ばしてみてみよう。パス。不射の意。あ、反撃技か。あれや、おじ、師匠の技覚えたんか。よし。じゃあお前のちょっと強さを見せてくれ。山猿剣。はいやー。よし。オッケー。見事。まあこの後ろのこいつ後ろから行って、はい、老子、老子様、もう老子強い、ほんといいね。主人公が強いとやっぱいいっすよね。老子主人公なんかな、なんかもう死にかけてるおじいちゃんにしか見えへんねんけど。おお、反撃、不射の意。おお、遠距離で反撃できんには強い。おお、これは強いね。そこにいるやつは何や、こいつも。お前もやんのか、お前やんのか、お前。よし、かかってこいや。ローコの前の万能さ加減が半端ないですね。周囲攻撃。ちょっとね、ライブアライブのね、戦闘にも慣れてきましたよ。ある意味ね。よし、ちょっとセーブしときましょう。危ない危ない。ちょっとさすがに違うとこセーブしとこう。あかんかった時のために。あかんかった時レベル上げとか、どこでできるのか。おーおーおー、いっぱいいる。おー、二人かかってきた。よし、別々で倒そうか。まあ、まず、ローシでローコの前にして、こっち側を倒す。うん、こいつはまあまず、軽く葬り去って、おぉ、ユン、オッケーオッケー。お、縛りすぎゃ、お、反撃使えるやん、お前も。やるな。やるやないか、ユン。いい子だ。アイテムちゃう？アンマン。回復アイテム。不景な、空腹の靴。よし、ちょっと、装備整えようか。まあ、ここはなさそうですね。よし、次、ユン。ユンがね、全然ないんですよね、この、これが。よし。よっしゃ。何もらったんやっけ、さっき。フカヒレの羽。フケイの羽か。使うとなくなります。なんか、アイテムっぽいね。これ強そう。よーし。おお、奥まで行けるやん。もうボスもしかして。え、もうボス？おーおーおー、いたのか、見えなかった。ローコの前で、とりあえず削ろう。はい。よーし。動けなくして、お、鋭い牙。行って。ちなみに、このアイテム、不景の羽は、あ、不景の風？風になったね。すげえ、強そう。ちょ、アイテムじゃない。戦う。よし、とりあえず、まあ、これで、もうこう、蹴散らして、まあ、地味ですけどね、ここでもう1レベルぐらい上がるとね、いいんですけどね、まあ、それはなさそうでしたね。ここかな？うん。おーおーおー、すごいすごいすごい。よーし。こいつ、シモリス。はぁ。まあ、倒せるよね。余裕。これは厳しい。お、反撃で倒せる。いいね、ユン。いいよ、いいよ。よっしゃ、いい弟子や。よし、またアイテム。桃まん。桃まんやって。桃まんなかった。キリンの靴。来た。キリンの黒はユンが履いたらいいと思う。これ強いよな。よっしゃー、来た。桃まんって何やろ。これめっちゃ回復すんのかな。桃まん。あった。回復アイテムってだけか。とりあえずセーブ。セーブ回数出んのがね、なんか嫌っすね。こいつめっちゃセーブしてるよ、プププって思われるわけですよ。誰もそんなこと思わないでしょうけど、なんかちょっと嫌ですよね。よいしょ。とりあえず固めて、飛び蹴り。あ、いった！これめっちゃ食らうんやけど、これだけ。なんなんこの技。すごい食らう。これで終わった。どうや。でもこいつでこんな強かったら、ラスボスどんだけ強いの？この途中のやつですごい苦戦してるで俺。よいしょ。オッケー。よーし、いい感じで勝利を収めている。ほら、いっぱいいるやん。
レベルもう1ぐらい上がらへんかな。すごい贅沢な悩みですけど、もう1ぐらい上がってほしいですね。よし、 OKOK。 お、またいっぱい、何も入ったら、桃まん好きやな。でどれぐらい回復するか分からへんのよな。回復アイテム使ってないわけですよ、俺1回もここに来るまでに。多分フカヒレマンが一番なのは分かるんですよね。フカヒレマン、おー、なんかいっぱいいる。これはまずい、これは非常にまずいな。とりあえず舞使って、ま、行って、こいつはだって強いやろ。あ、いった、これはやばい。だって100食らったもんな、さっきユンに100食らわしたやつやろこいつら。まずいな、いけるかな。よし、とりあえず舞使って、よし、あ、まずいか。とりあえず1個ずれて舞使おう。ここで、あ、お、よしよしよし、ここで舞使おう。残り1体まで絞ります。これで消して、もう一方のこいつを、よし、獅子の手でちょっと違う技使ってみた。たまには出しとこう。よし、でお前を、あ、連続キック、痛い痛い。おお、読めへんかった、技の名前も忘れたわ技の名前忘れたわ。やっぱこれ安定だな、これ強い。よっしゃー、全部倒した。うん、あ、ここにいたやつ全部仕掛けてきよったんや。この戦闘勝ったのでかいですね、結構。いやー、なんと堅実なプレイ。やり直してもすぐにボス戦から始められるようにね、どんどんセーブしていきますよ。よし、長いっすね、このダンジョン。ダンジョンって言っていいのかな、このゲームは。なんかダンジョンとかそういう概念じゃないような気もするんですけど、長いっすね、すごい。こう動けなくしてんのに鋭い牙を打ってくるとか、俺は納得いかん。俺らやったら技打てへんのにな、なんでこいつは打てんの。よし、蹴りかまして、オッケー、勝利ですね。もう一回セーブしとこう、ちょっと怖い、まあ、トラ弱いけどセーブしとこう。50回目ですよ、記念すべきセーブ。ロッ、静岡県ロッシュって、めっちゃ来た、めっちゃ来た。何、めっちゃいっぱい出てきたんやけど、なんなん、すげえいっぱい出てきたやん。すごくめんどくさそう、これ強いんちゃう。え、真ん中のミスって何これ、真ん中のこれミスって何これ、なんかあんのか。とりあえず、よし、とりあえず一人消そう。よし、次、次のやつ。よし、とりあえず遠距離から撃つ。おら、あ、おお、強い。あ、もう不射の意をかまして反撃だぜ。よし、で、よいしょ、蹴り技を入れる。オゲイ、よし、あ、やばい、弟子、お、反撃、弟子の反撃半端ない。ちょっとアイテム使いたいな。肉まん3個、あんまん、中、白爪。あー、ちょっとやばいんだよな、次の攻撃で死ぬ気がするんだよな。とりあえず肉まんで回復しとこう。よし、とりあえず、よし、ここまで来た。よっしゃ、ローコの場合をかます。 OK、 よし、じいちゃんで、あっとっと、あ、足りひん、ギリギリ射程が。よし、この微妙な射程をね、攻めていく。おじいちゃんはもう全然大丈夫っしょ、ほらもう、あ、余裕っすよ。ローズ新山県老子や、もうこんな敵も楽勝ですよ、老子様には余裕。あ、弟子がな、きつい、弟子の防御力の低さが本当に露呈する。おら、よし、やばい、死ぬかも、これは死ぬかも、まずい。あ、来た、反撃で倒せ、いけ、よし、よし、よくやった。あ、またある、ひょうたん、肉まんじゃな、ひょうたんって何これ、ひょうたん、ひょうたん、アイテムか、攻撃用アイテム。これボスで一気に使いたいんですけどね、こう残してっと、なんかボスまでで死にそうで、めっちゃ怖いんですけどよくありますよね、ファイファンとかでラストエリクサーをこう、やばい、これはもうボスで使おうと思って残してるんですけど、あの、いざなると使わへんっていうねありますよね、やるあるですね。俺もよくやっちゃうんですよね、あの、ドラクエとかでも世界中の雫とか
持ってるんですけど全然使わないって。あ、レベル9になった。氷手刀、何これ、新しい技や。え、新しい技覚えた、やべえ、超使いたい。ちょっとどけ。おーし、ユンが新しい技覚えた、使うぜこれ。痛い、あ、反撃で殺してもらうんちゃう。あ、これ死ぬんちゃうかな、こいつ。あ、死ぬわ。あ、強い、威力上がってる、めっちゃ。え、ユンめっちゃ強くなってるやん、どうしたん。今の1レベルですごい攻撃力上がったやん、やばいわ。これセーブ回数100回超えたらなんか罰ゲームとか。ようこそ新山県老子、出たで親方や、敵の親玉来た。お前か、オディワン、オディワンリーカーって怒ってるやん、めっちゃおじいちゃん精神乱れてるね弟子のためとはいえめっちゃやばいやん。お、尊敬に値するって。というものは門下生たちたちが一度かかっ、うん、目に見えてる。第一、それでは多勢に無勢、卑怯は好ましくない。マジか、あの時大勢できた、ああ、あれは門下生たちだ、弾にならなきゃ何もできない連中だっつってマジか、弱いやつから順番にかかってくんの。いいよいいよ、もう名前いいよ、俺忘れたわ、もう一番最初のやつ。え、これ全部倒すの、こっから。チャン、リン、チャン、あ、三姉妹なんで、で、出席、おー、おじいちゃんや、イーペイコマージャンかおー、マジか、順番に戦うの、マジで結構めんどくさい。周りくどいことすんな。空風編長っこれはまだまだかかりそうですね。よっしゃ、やってやろうじゃねえか、この野郎。よーし。まあ、まず、一匹目はちょっと様子見ましょうか。ちょっとどれほどの強さなんかね、門下生たちとは違うんだぜって言っとったんで。おお、おお、結構食らうね。さあ、使いましょう。氷手刀。この技の威力を見せてやりましょう、敵に。もう、俺いけ、どれくらい強いねん。おーおー、かっこいい。お、おお、なんかノーコメントやな。ちょ、待って、ユン、硬っ。え、めっちゃ硬いやん、ユン。どうしたん、お前そんな強かったっけ。全然食らわへんやん。あ、よし、余裕やった。連打。全然痛くない。また氷手刀使おう。ちょっとかっこいいやん。おーい、氷やん、ほんまに。はい、お疲れ。よし、勝利。うん。まあ、まずは上々ってとこですね。セーブ。これしっかりセーブしていくってね。次。よーし、かかってこいや。ちょっとさっきより強いわけやろ、これ。まあ、二人で一緒で攻めてもいいんやけどな。おらー。よし。氷手刀。はいやー。よし。オッケー。お、召喚士。お、弾かれた。なんてやろうや。ローこの前。よーし。この横にいるやつを俺は仕留めればいいわけやな。オッケー、倒した。楽勝だぜ。まあ、ローコの前でもいいんですけど、せっかく新しい技を覚えたらなんか使いたくなりますよね。別に使い込みとかなんもないんですけど。ユン強いな、硬い。ものすごい防御力高い。よいしょ。さっきよりは強いな、でも、ちょっと削りがでかい。3回攻撃しないと死なないですもんね。おお、なんか強そうな。あ、終わった。おー、おじいちゃん強い。あ、よし、口ほどにもないわ。次だ。よっしゃー、どんどん挑んでいくぜ。次。ほら、行くぞ。デブいなー。でかいの出てきた。よし、二人で一緒のやつを狙う。これぞ。あ、効率的に行きますよ。同じやつを。おー、強い。でも反撃があるから全然いける。よし。で、こいつも、氷手刀じゃなくて、ローコの前使うか。ローコの前やっぱ強いかなー。もしかしたら、手か足か封じれるんでね、ローコの前は。おお、なになになに、おお、びっくりした。なんかめっちゃ強い技来んのかと思った。そうでもなかった。おい。これで楽に沈めていこう。よし、オッケー。なに、おお、ローシ、ローシやばい。ローシちょっと HP 減った、これは。大丈夫か、ローシ。まあ、弟子が軽く活躍するから見とけ、弟子の活躍を。これがすごいな。要するに転がってるわけやもんな。転がる攻撃やもんな。よいしょ。よいしょ。もう回復戦でいこう。いけるやろ。あ、ダメだった。ローシーやばい、ローシー手に入れされた。あ、ローシー死んだ。やられた。ああ、もう弟子怒ってるね。これはもうユン超切れてる。ローシーレベル上がらんし、いいよな、もうどうせ。ユンしかレベル上がらんもん。おい。もう終わったな、これで。
よし。あれ？まだや。強い。意外と強い。あ、でもこの反撃で死ぬ多分。どうだ？よっしゃー。オッケー。口ほどにもないやつだ。嘘です。一回死にました。よし、次。おら、来いや。三姉妹はちょっと道具一個使おうかな。やばそうや。これはまずいな。ローこの前。とりあえずかまして、オッケー。で、足払い。おお、マジか。お、ローこの前反撃。いいよいいよ、パターン入ってるよ。いいよいいよ。ここで一気にパターン入れていこう。表紙と。ローコの前より表紙との方が食らってますね。強いんですね、この技の方が。あ、ローコの前、これは、これでかい。二人はめれる。これは効率や。効率いい。おお。なんかな、技の名前は結構今、凶悪そうやった。表紙と打つ。これ強いですさ。この技強い。やっぱダメージこれの方がある。何？お、あ、全然やった。大したことねえわ。やっぱローコの前より単体の技の方が強いかな。これの方が強いかな。どうだろう。あ、そうでもない。ローコの前の強かった。ごめんなさい。やめて。ローコの前しときゃよかった。素直に。よいしょ。表紙と、あ、当たる、こっから。強いわ。でかいやつは本当当たるわ。よし。オッケー。いい感じですね。さあ、次3姉妹ですね。よし。3人相手やから、ちょっともしかしたらアイテム使った方がいいかもしれません。美女3人がお相手いたそう。キャー来た。おお、ちょっと遠いな、距離が。ねえ、ひょうたん。ひょうたんもちょっと近いんだよな。ここ、とりあえずこいつ狙おうか。ローコの前。あんま二人離れない方がいい気がするんだよな。回復のこともあるんでね。なので、あんま離れないで、ちょっと近め近めで。おら！よいしょ！抱きつき。うおほっ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 、マジっすか。一撃とかあかんやん。そういうなんはさ、ダメやんか。不敬意の風、いけ。どうだ、めっちゃ食らうんちゃうこれ。おら、来た。よっしゃ。オッケー。大技決まった。よし。しかしさっきのやばかったな。もう一撃技持ってるんや。ちょっと浪士まずいか。ちょっと浪士まずいね。アイテム、多分このペンペングサとか多分ちょっとなんちゃう。回復量、あ、18、やっぱり気持ちやった。オッケーオッケー。弟子全然大丈夫。ユンだったら全然大丈夫。表紙とでとりあえず殺そう。殺していこう。いいね、全然楽勝だぜ。オッケーオッケー。老子のここで蹴りを見せる時が来た。はいやー。よし、オッケー。強かった。不敬の風残しといてよかった。めっちゃ強かったあれ。よーし、さあ向こう岸、律儀に向こうまで回ってやりましょう。歩くの大変そうやし。いい抵抗来た。強そうだわーこいつ。主席やもんな。でかいなぁ。ちょ、もう、その、でかさだけでずるいやん。まず、縛り刺客で、遠距離を撃つか。お！新経験。よし。OK、OK。いい布陣ですよ。これで、この布陣で狙っていきましょう。おぉ！石？何それ何それ？まずい！非常にまずい、これは。どうするべきか。石化してるってことは動けんってことやろ、多分、これ。多分ダメやろな、動けへんやろな。ずるくねえ、そういうな。そういうのずるいと思うわ。どうすんの、石化って。どうやったら治んの、これ。何も、あれやで、俺治せるもんないで。よし。とりあえず反撃とかで攻撃はしてるけど。ちょっと厳しいな。よいしょ。まあ、まだそんな強い技出てないからいいか。あ、やべ、近寄ってきた。これはまずい気がする。すごい大技来そう。とりあえず、あ、おお、何？いって。手封じられた。とりあえず、アンマン。これ一人しか回復できないし、ちょうどいい。よっしゃ。よし。とりあえず一人しか回復できないアンマンで回復すれば。OK、縛り刺し使える。足が使えるならまだいい。遠距離から撃てる。
ちょ、石化めんどくせえなー。これどうやったら溶けんの、これ。なんか使わんと溶けないのかな、やっぱり。いいや、老山市で。老子で頑張って倒す。まずい。まずい。あと一撃で死ぬ、弟子が。弟子あと一撃で死ぬ。やめて。お願い。オッケーオッケー。弟子狙ってあかんって、ほんま。それはあかん、お前。頑張れ、老子。老子頑張って。頑張って。オッケー。来た。見たか。よっしゃ。お前やどもう。あとお前だけやぞ。ぶっ殺してやるからな。かかってこい。お！ずるいぞ。あ、ずるいぞ。おい。反逆さん、私自身も暗殺されるかもしれん。うん。真の強さとは、そこまですれば求められるものなんだ。うん。それはいいんやけど。お前ずるいやろ。こやつらわしで、お主はリーを。オディワン・リーをやるのだ。僕一人で、つって。ふざ。お前の方が奴を倒せる力が残ってる。思い出すのじゃ。奥義、出た。思い出すのじゃ。え、マジで使えるようになるの？究極奥義。出た。修行の時のおじいちゃん死にかけたやつ。これ使えんの？ユンが思い出してますよ、今。これあったらいけんちゃう。これ一撃で死なへんかな。それは無理か。何やったっけ名前。もう忘れた。なんて名前やったっけこれ。なんて名前やったっけこれ。おいおいおい、すごいすごいすごい。おい、師匠様思い出してるで。ユン使えるかお前に。お前使えるのかこれが。はい。お、何？お、貴様がわしの相手。老子じゃなく貴様がって。勝てるのかっつって笑ってるで、笑っとるで。ガキがっつってる。来た。おー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 おお。おお。おおお。二人とも使うんや。やばいやばい。すげえすげえすげえ。おお。これは熱い。おお。なんかもう老子のすごいことになってる。あ、弟子のユウもすごいことになった。天が連続剣出た。きたねー。でっけえなー。使える。一回だけ使います。速攻で使うやろ。もう第一発目使うやろ。天が連続剣いけ、かわせ。おお、出た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 。かっこいい。おお、かっこいい。エイスめっちゃかっこいい。おお、強い。しなへんかった。当たり前か。よっしゃ、こっからやな。もうアイテム全部使ったったやね。ひょうたん使おう。はい、行こう。なあれ、あ、いった。マジか。アイテム意味なくなった。フカヒレマンというのがあってたな。まあ、アンマンでいいや、とりあえず。とりあえずアンマンで回復して。よっしゃ。あ、やばい。こいつ地味に遠距離攻撃持ってんな。毒みたいなになったね、今。まずいな。これ、あ、毒か。これきつい。毒のダメージを計算に入れなあかん。とりあえず、これかませ。一回、いけるいける。射程範囲。ダメだ。もういい。もう使わ。もう知らん。もういい。もうやめた。もう使うのやめた、俺。あんまん。はい。あ、行く。よっしゃ。毒は治らんか、さすがに。地味に食らって。くそ、近づけねえ。近づけ。くそったらめんどくさいやつや、こいつ。あ、そうだ、そんな時のやつがあったわ。これや。表紙等があった。オーロラ近づけなくても俺も攻撃できるわ。すげえ、めっちゃ全然チビ減らんかー。くー、強いなー。もう一発いけるか。いける、いけるぞ。まだいける。ギリギリまで待とう。オーロラ、よし。毒のダメージで、もう一発来る。で、耐えて、毒も耐える。よし。こっからアイテム使おう。よっしゃよっしゃよっしゃ。慎重に行こう。桃マン。桃マン大回復やった。やったぜ、ほら。毒消えた。よし。ひょうたんが使えないからな。この、全然使い物にならない、このこれ。ローコの舞。いけるか。よっしゃ。で、ヤバザル家でちょっと距離を取ってみよう。
これ強かった。今までのライブアライブやとこれが強い。絶対距離を詰める、距離を開ける。こうやって距離を詰められたとこで俺は下がることがなくなったから、ひょうたんを使う。おーっと、やばいか、大技来た。あ、やばい、これまずい。ひょうたん失敗した。これは使うべきじゃなかった。え、まだ出えへんのこれ技。うそ、くそ、なんだよひょうたん。 HP ドレインなんか、そういうことか。 HP ドレインなんかこれ技が、だから発動しなかったんだ今まで。やられた。ほら、あ、外れた。そういうことか、わかったぞ。おいった、なんかさっきよりダメージがでかくなってんだけど大丈夫なんこれ。あ、やばい。でもやっぱ一旦で発動せえへんにゃん。あーでも一旦じゃ発動しないんじゃん。新崎は家にその姿を消し去った。ちげえちげえ。マジか。もうダメだ。ひょうたん使うのやめた。ひょうたんダメだ。全然ダメじゃんか。どうしようかね。結構ダメージが食らわない。やっぱ最初に線が連山剣をかますのがいいと思ったんですけどね。どうなんやろ。やっぱ線が連山剣かましてから、他の技かな。ムービー一回見た。ムービー飛ばすっていう選択肢はないみたいですね。残念ながら。それは昔のゲームですからね。まあ仕方ないということで。いやー、さっきはでも、なんかいらんことしたから負けたなー。回復アイテムはとりあえず俺めっちゃいっぱいあるんで、下手になんか、ことを新品限りは、いけそうな気がするんですけどね。線が連山剣から、あとはまあ表紙刀で削りますか。今んとこ表紙刀が一番強いと思うんですよね、多分。おい、ユンのこの熱いの見たよ、さっき。よし。頑張ろう。次こそは勝つ。もう次は勝てるよ。まあ、任しとけ。俺は勝たしてあるよ。俺は勝たしてあげるから、ユン、任しとけ。もう暗殺者引いてるもんな、お師匠さんのあまりの凄さに。オッケーオッケー。さっき見た。この熱い展開見たよ、さっき。さっき俺見た。で、ここで、線が連山剣をかますわけやろ。これさっき見た。付け焼き場なんか効かねえよって言われたから、まあ、開幕でぶちかましてやるって決めたんや。開幕でな。ぶちかましてやるんだよ。線が連山剣。意外と距離離れてないと当たんねえとかポイントだな、この技。めっちゃかっこいい。ユンかっこいいよ、これ。これかっこいいね。いいね、いいね。よし。さあ、こっからや。意外とダメージは低いんだけどな。あ、スクリーンセーバー出たんちゃう今、もしかして。よいしょ。なんか今スクリーンセーバーが出てた気がする。大丈夫かな。なんかね、このパソコンよくわかんないんですけどね、こいつ。なんかスクリーンセーバーなしにしてんのにね、出てきよるんですよ。ほんとね、わけわかんないでしょ。なしとは何だったのかみたいな。よし。オッケー、削ってますよ。もうさっきよりも効率的にいきます。本気で削りにいきます。また毒食らった。でも今度は毒の直し方わかってます。毒は直せます。はい。アンマンで直せると分かってるんで、もう一回いけますね、多分。90何本のあれが来へん限りいけますね。そこは運ですね。よし、いける。いて。よし、歪みはいける。これは大丈夫。これ90食らわねえ。よっしゃ。富士の井、当たれ !4 か、反撃技が弱いな。モモマン使ったら毒も取れます。全回復。よし、OK ですよ。これ大事ですね。モモマン強い、やっぱ。で、よし、表紙と打つ。ファイヤー。これで全然削っていこう。あと HP どれぐらいあるんだろうな。あれで何も削れてんやろ。線が連山剣で。それがわからんから怖い。最近だからあれでしょうね。最近のゲームのこの HP ゲージがあるってことに慣れちゃったんでしょうね、俺ね。そういう甘えですわ。HP があることに、ゲージがあることに甘えてたんでしょうね、多分ね。だからこれ HP ゲージがないと不安で仕方がないという。よっしゃ、勝てる。これは勝てるぞ。これは勝てる試合やで。また毒になった。よっしゃ、不死のいい。ちょっとでもいいか与えていこう。少しでいいんだよ。いっぱい与える必要はないから、ちょっとずつ削っていったらいい。よし。大丈夫大丈夫。やばいか。距離詰めてきよったこいつ。なんかこいつの奥義的なのが来そうで怖いんやけど、すごい。大丈夫よな。強老剣。これはまあ怖くない、そんな。よし。あいった。やっぱ毒があるんで、ちょっとモモマンを
シブラと使います。結局最強回復アイテムフカヒレマンが残ってる、まだまたあのパターンですね。まあ分かってますよ、あの残しちゃうパターンのやつですよね。ありますからね、それね、世界中の雫とかのあれを残すパターンのやつですね。よっしゃ、あーまた毒った、くそー、毒めんどくせー、毒が地味にめんどくさい。全然大丈夫やけど、なんかやだ。よっしゃ、あとどんだけや、もう半分減ったか、半分は減ったか。いや、線が連山剣で半分減ってなかった俺は泣く。まだ大丈夫、 HP。 あ、 HP 見逃せった、ユンの。まあいいか、とりあえず撃とう。よし、 OK、 勝った、意外といけた、ありがとう。よーし、どうや、おー決まった、おい、お見事。あちょっつってるやん。おう、おう、なになになに、おう、最後回し切りみたいな、決まったやん。おお、椅子潰していった。おお、かっこいい終わりやん。アクション映画負けちゃうで。アクション映画さながらのラストやんか。やばい、老子倒れてるで。格好決めてる場合じゃないって、お前。決めてる場合じゃないって。老子倒れてるって。ほら、お師匠さんめっちゃ倒れてるやん。やばいやばい。強くなったな。お師匠さんやばい、死ぬもしかして。嘘、お、まだまだです、釣ってる。正しく伝承してくれちゃうって、そんなこと言わないでください。お、やばい、 おじいさんほんまに死ぬやん、マジか。心と体でって、心を乱れとったで。まあ、正しい心って言ったらあれやかもしれんけど、復讐はダメだと思うよ。あまり良くないと思うよ。お、サボに伝えるかなっつって、あー、おじいさん死ぬんか、マジか。お師匠さん死んじゃった、マジか。え、じゃあこの辺はどうなんの、誰が生き残ったってことになるの、あのクリアのとこユンになるのもしかして。はー、いや多分ね、俺これ最後全員キャラ集まると思うんですよ、世界救うためかなんかに。ってことはこの辺からはユンが代表してくるってことか、推理で。それからユンがおじいちゃんになってくるかもしれないですね。おじいちゃんのだってあのアイコンになってるわけですから。だってここ自由に変わるんやったら、そのキャラがおじいちゃんになったとか年寄りになった設定ってかもしれないですね。あ、それ行く、お、マジか、これで潰れる、あれ、おお、いった、素晴らしい、強くなってるユン、割ることができましたって。来るのでしょうかって。おー。ユンのこれから旅が始まるわけか。なるほどな。もう、新山県の伝承者やで。ほら、あ、言ったほんまに言った新山県の伝承者なのだからって。ほんまに言った。いやー、空腹編、なかなか空腹編も波乱万丈で面白かったですよ。なんでしょうね、この編によって長さのこの極端さがあるとこが何とも言えないですけどね。いや、結構面白かったですね。空腹編好きですよ、俺。はい。まあ、他のキャラやとどういう感じになるのかなっていうのはちょっと気になるところではありますけれども、サモデであったり、レイが残ってたら、もしかしたら、ちょっとぐらいメッセージが違ったのかなっていう気がしますけど、はい。まあ、ここはまあ、一応まあ私は言うんでやりましたと。気になる方はね、ぜひやってみたらいいんじゃないかなと思いますんで。そういう考え方でいいと思うんで。ん？どうした？何何何？あ、フカヒレマンの人か。フカヒレマン使わんかったよ。使いたかったけど。使わんでよかったよ。だってそんな HP 減らねえんだもん。中回復で全開できんの？あ、おばあちゃんいるやん、ユンの。ユンのおばあちゃんいるで。帰ってくんのかな？あれ？ユンは？降りてこないとか。あ、帰ってきた帰ってきた。おばあちゃんに伝えに行くんやろ、俺はこれから新山県の伝承者になったからっつって。おー、思い出の写真や、出たねー。もうでもレイの口調忘れてしまった。どんな口調で喋っとったっけ、なんかツンデレやったことは覚えてる。それしか覚えてない。サモはなんか攻撃威力がめっちゃ高かったことしか覚えてないな。すごい攻撃するまで遅かったもんな。そうなるとボス戦大変やったやろな。サモのこう攻撃を押してから出るまでは長かったんで、なかなか当てられなかったんでしょうね。そういう点ではまあ良かったのかもしれないですけど。よし。いやー、ちょっと途中でスクリーンセーバーが入ったのがすごい気になるぞ。途中でなぜか画面がブラックアウトしたのがすごい気になりますけれども、
まあ、編集しなくていいか。ちょっと喋ってたんでね、ちょっとなんか線が連山形決めてるとこやったんでね、せっかく決めてるとこやのになんちゅうこう削いでくれるというか、それを、いやー、なんか思い出の写真もなんか感慨深いな。いたよ二人、さもそうや、こんな感じやった、さももう全然覚えてないわ。あー、すごいな。よっしゃ、おう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 、強くなったな、ユン、すごいな。ただのスリでめっちゃ良かったのに。激臭。クリアですか。これで、クンフ編、60回目のセーブで、クリアです。いやー、おー、変わってる、変わってる、変わってる、キャラ違う、ほら、おじいちゃんじゃなくなってる、ユンになってる、新参剣師範になってる。おーおー、あ、じゃあここがやっぱ違う人になるんや。サモやったらサモで、レイやったらレイになるんですね。あ、これはもっと慎重に選んどけばよかったいや別にまたユンにしたかもしれないですけど、あー、ちょっと浅はかやったかな、簡単に決めすぎたかな、マジかマジか。いやー、やればよかったです。はい、ということで、もう今回ね、これでいい時間になりましたから、これで終わりたいと思います。はい、今回見事クンフー編クリアということで、見ていただいた方ありがとうございました。次回は、バックマッツ編はとりあえず一番最後にするって決めてるんで、 SF 編か近未来編ということになりますんで、はい、そちらをね、楽しみにしていただけたらと思います。はい、それではまた来週、よかったら動画またチェックしてみてください。それでは今回見ていただいてありがとうございました。お疲れ様です。